こんにちは、吉谷さん、そして億万長者合宿の皆さん。その微差力っていうのはね、聞いたことなかったんですけど、私はいつも意識してるのは僅差ってことなんですよね。勝負っていうのは常に51対49で勝敗が決まると思ってるんですよ。で、どんなに鍛えてもどんなに頑張っても圧倒的な大差で勝つってことは相当な実力者があるってことなんですけども、相当な実力者があるってことはなかなかなくって、いつもちょっとした心がけで勝てるんではないかなと思うんですよ。これがだから僅差で勝つってことなんですよね。でもこの僅差っていうのも毎日少しずつを積み上げることによってとんでもない力を発揮するんだなと思います。そして積み上げていかない人っていうのは、積み上げること、新しく何かを積み上げることっていうのがますますね、難しくなっていくと思うんですよ。というのが習慣の力ですよね。1日ちょっとずつできる人っていうのはそれが習慣になってますから、1日ちょっとずつやることをものすごくね、加速していくと思うんですよ。いろんなことをちょっとずつやっていくみたいなね。でも1日ちょっとずつやることができない人っていうのは、そのやらないことが習慣になってるんで、新しく習慣を身につけることがものすごく苦痛なんですよね。だからこの習慣というテーマで、ね、考えていくと、習慣がある人は習慣を身につけることは習慣になっていると、習慣がない人は習慣がないことが習慣になっているから、まあそのままいっちゃうのかなと思います。こう1年を振り返ってきてね、いや俺自分よくやったなって思うこと何があるかなっていう時に、私はね、例えば FX1 個取っても4年間5年ですね、おおむね毎日よくやってるなっていうふうに振り返ることがあるんですよ。でもこれから4年間やるかって言われたらとても自信がないですね。で FX の相場解説やる時も、これから3年やるかって言われたら多分ね、自信がないって言ったと思うんですよ。でも今振り返ってみると優に3年超えてますしね。他のこともそうですけども、 YouTube もね、私始めてから10年以上経つらしいんですよ、アカウント取ってから。まあ撮影をちゃんと始めたのってのはね、この速稼塾が始まってからなんで、厳密にはね、7年前から8年前ぐらいが速稼塾のその YouTube を始めた時が私の YouTube 人生のスタートだと思いますけども、その時にね、5年後6年後までやってるかなっていうふうに問いかけられたら、多分やってないと思う、そんな続かないよって言ったと思うんですよ。でも振り返ってみるともう8年やってるってことなんですよね。だから先を見ると遠く感じ、振り返るとよくやったなと、あっという間だったなって感じる。これ時間の概念とこの僅差で積み上げていくってことって結構似てるなと思うんですよ。どちらにしてもね、私たちは一足飛びに何か大きいことをやるっていうのはできませんから、いつもね、まあ、ホームラン打ちたいと思ってたら空振りばっかりですから、まあ地道にね、デッドボールでもバントでも、それから振り逃げでも、とりあえず塁を進めるってこと、この僅差を大切にすることが大きな差になっていくのかなと思いますね。今日は以上ですね。